ゆっくりドラム講座、アラブルドラムの叩き方。ドラム教室スクルド講師のレイです。今日はアラブルドラムの叩き方を伝授します。ちなみに元ネタはマッドドラマーことスティーブ・ムーアです。知らない人は検索しましょう。では、早速叩きます。見た目はものすごく派手ですが、実は叩く手順は普通です。ハイハットは右手、スネアは左手。すごく普通ですね。動かし方が派手なのです。スローで確認しましょう。まず左手、上に上げて振り下ろして叩いたら右側に移動します。右手は左右に振りながら行ったり来たり。両手で8のマークを書くような動きといえば伝わるでしょうか。きっと伝わってないと思うのでよく見てください。この叩き方をするときは、ハイハットの高さを上げておくとやりやすいですね。ちなみに、この叩き方で叩くと視界が揺れて、ものすごく気持ち悪くなります。そこがとても大変です。頑張りましょう。他にも面白愉快な叩き方はあるのでぜひどうぞ。より詳しく知りたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。では、いつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう。